トレンドニュースの高まりです。米女子ゴルフツアーの CPKC 女子オープンは第3ラウンドが行われ、前日の3位から出た笹生優花選手は3バーディー3ボギーの72で回り、通算5アンダーで首位と6打差の4位タイに後退してしまいました。ちょっと残念ですね。やはりゴルフは3日目の山場を乗り切らないと先が見えてこないんでね。でも72のイーブンとなんとか踏みとどまりました。あとは最終日の大爆発と他力ですが、上位の崩れに期待ですね。米国のメーガン・カン選手はこの日も68とスコアを伸ばして11アンダーで首位を守っています。他の日本勢は古江彩佳選手が通算1オーバーで24位、畑岡奈紗選手が2オーバーで34位、渋野日向子選手は5オーバーで53位でホールアウトしました。なかなか他の人のインタビューが見当たらないので、今日もまた渋野日向子選手のインタビューです。お疲れ様でした。ありがとうございます。今日は途中苦しい場面もありましたけれども、終盤連続バーディーもありました。1日振り返っていただけますか？どっかでバーディーが来てくれればっていう流れでボギーが先に来てしまったのがすごい残念かなと。いいショットもあったかと思います。これ明日最終日どのようにプレーしましょう？明日は悔いの残らないようにもうちょっと頑張りたいと思います。アンダーパーを期待しているファンも多いと思いますけれども、はい、一言お願いします。明日は出せるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。いつもながらの無難な受け答えでしたね。あの華やかなスター渋野日向子はどこへ行ってしまったんでしょうか？ここで一般の方のコメントの紹介です。ハマればビッグスコアの出る選手、明日はまた7アンダーくらい出して見せ場を作ってくれることを期待したいですね。以上コメントの紹介でした。明日は笹生優花選手の奇跡の大逆転優勝なんていう見出しを見てみたいですね。ということで今回の配信を終わらせていただきます。最後までご視聴ありがとうございます。感謝です。また次の動画でお会いしましょう。楽しみにしています。